ウィリアム・マードック・ウィリアム・マードックは、スコットランドの技術者、発明家。ガストの先駆者であり、ボールトーンワット商会の双方工場内にあった。彼の小屋はガスで証明された、世界初の住宅であった。またガスだけではなく、優勢歯車や D 型弁に改良を加えて、蒸気機関に革新をもたらした。スチームガンを、発明した。 蒸気船にも改善をもたらし、1784年には蒸気機関車の原型も製作している。また、科学の分野においても多くの発見をしている。彼は初めは、ボールトンとアットの非雇用者であり、後に共同経営者となった。マードックの名は、単独の発明家としてではなくむしろ、マシュー・ボールトンとジェームズ・ワットの関連人物として、記憶されている。 マードックは、スコットランドのエアシャーや、クムノックで1754年に生まれた。1777年、蒸気機関製造業者として、有名なジェームズ・ワットの元に職を求めて、彼は300マイル以上の距離があるバーミンガムへ徒歩で、上京した。ワットの共同経営者ボールトンは、マードックが被っていた木製の帽子に感銘を受けて、彼を採用したという逸話がある。 彼は短期間のうちに、社内で尊敬を集めるようになった。またマードックは、バーミンガムの工学、自然哲学の学会、ルナーソサイティの会員にもなった。1779年、マードックは、コーンウォールのレッドルースに、蒸気機関製造の責任者として派遣された。ここにいる間、彼は余暇を設計と発明に費やした。彼が開発したものとしては、 英国発の蒸気動力ロードスターやガストタラの表からのアイシングラスの抽出法などがある。マードックは、アカウントオブザアプリケーションオブガスフロムコールツー、エコノミカルパープスという論文を書いた。これは1808年に、王立協会に送られ、マードックは、ランフォードメダルを受賞した。1892年に開かれたガストの100周年、記念祭では、 スターリングのナショナルオーレスモニュメントでケルビン教によってマードックの教像の除幕式が行われた。また、マードックの埋葬されたハンズワース教会には FL チャントリーによる教像も置かれている。マードックは月光教会の記念碑、ムーンストーンズとマードック街道によってバーミンガムの人々に親しまれている。ありがとうございます。